このねステップアップリングを使って、37mm の ND1000 フィルターをこの、初代のね RX100 につけていきたい、まあ、つけていきたいと言ってもこの初代の RX100 にはですね、フィルターをつけたりするネジが切られてないので、基本的にはねテープで貼る感じですね、両面で。なので、このフィルターの、マウント、これはね、28mm から37にしますよっていうやつを使います。でここにあのカメラ接続用の、ここにカメラ接続用の、まあ、ネジ切られてるんですが、これがね邪魔なんですよね。なんでこいつはヤスリで削っていく、まあ、旋盤があればもっと綺麗にいけるんでしょうけど、そんなのはないので、地道に削っていきます。まあアルミ素材なんでいけるでしょう。こういう木のやつに、紙ヤスリ、これ結構粗いね、120番ぐらいのヤスリをつけて、こいつのこの削る部分ちょっと削っちゃったけど、削っていきます。とりあえず、ちょっと待って、とりあえず、こうなってたもの、裏側、こんな感じ、ちょっと完全に、ま、取れましたと。で、ちょっとザラザラまだしてるんで、少しバンって上げて、もうちょっとツルッとしてきます。見えないけど、これ400番。本当は耐水だから水使ってやるといいんだろうけど、まあ、そっか。こんな感じ。あ、これね、ちょっと作ったんですよ。ここにへこみを切って、まあ、ここがうまくはまるように。結構小さいんでね、手が痛くなるのと、削ってるとね、どんどん熱くなってきてね、持ちにくくなっちゃうんで、まあ、ちょっとした工具、簡単に作りました。引っかかんないし、結構いいんじゃないかな。まあ、ここに今度は両面テープ貼ってカメラへつけていきます。じゃあこれにね両面テープ貼っていきたいと思います。ロロッと、まあちょっとこの留め方がいいかどうか置いといて、固定されればいいんですよ。だよね、光が入ってきちゃダメだから、光が入んないようにはしたい。なんでこういうのちょっと少しね、こういう耳は切り取って、なるべく光が入らないように、で真ん中のねここにあのテープ回らないように気をつけます。こんな感じ。真ん中のこのリングには、テープが出てない感じで綺麗に抜くことができました。あとはこれをね、ここにね、
まあこんな感じでピタッとつけていく感じかな。こんな感じで、まあこうするといいよ、いいのよ。こうするといいのよ。じゃあちょっとやっていきます。じゃあね、これにつけていきましょうか。一発勝負だな、これ。来ましたぜ。こんな感じ。まあ横から見た出っ張りはちょっとあるけど、まあいいんじゃないでしょうか。ちょっとアコミついてた。よしよし、はい、こんな感じで、どれか電源入れてもまあもちろんね大丈夫で、ここに、はい、ND フィルターちゃんをつけていきましょう。ND フィルターどこ行ったんだ。これね、K&F の、30ね、7ミリのあれです。ND 線フィルター。OK。で、これをこうやってね、つけることができました。じゃじゃん。お、いいね。いい位置できた。こんな感じ。これで、DX じゃねえ、RX100 初代も ND フィルターできましたね。まあ、37mm なんで、まあ、いろんなフィルターだったりとか、なんかアクセサリーを使うことができます。もちろん、電源ね。はい、もちろんね、問題ないです。いいね、これ。やった。で、金額ですけど、このね、なんていうのこれ、ステップアップリングっていうの、まあ、これが 28mm から37mm ってやつを買ったんですよね、こういうやつ。で、これがね、5、600円ぐらい。で、このフィルターは、37mm の ND 線は、まあ、メルカリでたまたま安く売ってたんで2000円送料込みぐらいですね。まあなんで3000円以下で、この初代 RX100 にフィルターをつけることができました。あとはこれを使ってね、撮影していきたいなと思います。ほいじゃ、また。